女子プロゴルファーの極貧生活日本プロゴルフ界を盛り上げる女子プロゴルファーたち以前にも紹介しましたがそんな彼女たちの中には貧困から苦しい生活を送ってきた選手もいますゴルフはスポーツの中でもプレー費道具代練習代などかなりのお金がかかるスポーツです幼少期からプロを目指して練習を続けるということは一般家庭にとってとても大変なことなのです今回はそんな苦難を乗り越えプロの舞台で活躍する 有村知恵プロ、鈴木愛プロ、勝南プロ、岩井千里プロ、岩井昭恵プロの極貧生活について解説したいと思います有村知恵プロのケースまずは有村のケースを紹介していきます有村は、端正な顔立ちに愛くるしい笑顔とここ一番の勝負どころで見せる攻撃的なゴルフで多くのファンを魅了する選手ですそんな有村プロは1987年11月22日、熊本県熊本市に生まれました 実際の頃からゴルフを始めると、メキメキと頭角を現し、2006年にプロに転向、通算14勝を誇るベテラン選手です。有村は幼少期に貧しかったプロではなく、プロ入り後に大きな苦労を経験しました。それは主に両親の金銭トラブルが原因でした。母親の情報に関しては、当時は報道もされていることから、ソースの信憑性は割と高そうなのですが、特に父親の情報に関しては、真偽のほどはかなり怪しいようです。 ただ少なくとも当時はかなり話題になっていたみたいなので本動画でも軽く取り上げることにしましたそれでは有村の父親に関する情報から紹介させていただきますまずなんと有村の父親にはかなりの額の借金があったのですその借金を娘である有村千恵プロが返済し続けていると言われておりなんなら父親の借金が有村千恵プロのプレーの原動力になっているなんて話までありましたしかもこの借金について 有村はプロ入りまでで全く知らされていななかったようなのです借金について知ったのはある日有村千恵プロがプレー中に借金取りがコースに乱入してきたことがありそれをきっかけに彼女が父親の莫大な借金のことを知ることになったのだそうですしかしソースになりうるその時の映像や画像を探してみた結果残念ながら全く見当たらなかったので真偽のほどは不明です実際かなり疑わしい部分もあるのですがもしもこれが事実だとすると 有村千恵プロが気の毒ですねそして母親は詐欺事件に関与していたことが分かっています2017年4月19日還暦を超えながらも38歳を自称し男を籠絡しては次々と大金を騙し取ったつなぎ融資の女王ことこの詐欺事件の被害総額は実に27億円に及び被害者は男性ばかり120人を超えるとも報じられ当時は大変な話題になりました その後の取り調べにより2017年5月になんと有村の母親がこの事件に関わっていたとの報道があったのです山部は自分がトップに立つピラミッド状の組織を作り上げお金を吸い上げていたとみられていますがその中に有村の母親がいたことが判明してしまいました当時の雑誌では有村選手のお母さんは山部容疑者の孫にあたる存在で出資者の何人かは彼女にお金を預けていましたお母さんが投資した金額 集めた金額は分かりません。でも山部容疑者と面識はあったはずですとのコメントも出ており有村は大きく心を痛めていたことでしょう事実有村は2017年シーズンはフル参戦しながらも賞金ランキング58と振るいませんでしたゴルフはメンタルの部分が大きいスポーツですからこの件が精神的に悪影響を及ぼしていたことは容易に想像がつきますそんな時に有村を支えたのが姉の美香さんでした 有村が米国ツアーに参戦している時から、移動のための運転や食事の準備など、有村知恵プロの身の回りをサポートしてきたのが美香さんです。2018年7月に開催されたサマンサタバサガールズコレクションレディースにて、有村知恵プロが6年ぶりの優勝を飾った時には、こんなに頑張っているのにどうして勝てないのかなとずっと思っていて、今シーズンもどうなるのかと思っていたけど、早く結果が出てよかった。家族が見ている時もストイック。 どうやったら休んでくれるのか、もうちょっと楽にしてもいいのにと周囲が心配するほどとコメントを残し有村の久々の優勝を自分のことのように喜びましたどんな時も有村を支えた美香さんの存在は有村の中で非常に大きなものだったに違いありませんねちなみに現在は母親との仲は良好のようで2023年7月にはインスタグラムで母親の還暦祝いに豪華なホテルに宿泊し日光旅行を満喫したことを公開しました 贅沢な旅行を楽しんだ理由は母に還暦祝いとしてプレゼントできてよかったですと今回の旅行の目的だったそうで有村にとっても大事に企画した旅行でした娘から素晴らしい還暦のお祝いをプレゼントされた母親にとっても忘れることができない大切な旅行となったことでしょうベテランの息に差し掛かる有村ですがこれからもゴルフ界を盛り上げていってほしいですね鈴木愛のケース続いては鈴木愛プロのケースを見ていきましょう 鈴木は29歳でツアー通算18勝を誇るトッププレーヤー豊富な練習量に裏打ちされたパターはツアー屈指の腕前ですそんな鈴木はなんと4人兄弟鈴木を含むそのうち3人がプロを目指してゴルフをしてきたそうです母親はそのことについて相当なお金がかかったと後に語っています鈴木の両親は子供たちのために人生のすべてをかけてサポートしてきました鈴木の出身高校は私立の教学校の倉吉北高校です 中学時代に四国女子山を制したことから地元徳島県の複数のゴルフの強豪校からスカウトを受けましたが鈴木はあえて鳥取県のゴルフ部が新設されたこの高校に進学しましたこの高校にはゴルフの特待生として入学していますが当時の同校のゴルフ部員は鈴木と男子部員1人の2人だけで高校の練習場はわずか30ヤードしかなかったそうですさらに当初ゴルフ部の監督に就任する予定の人物が辞めてしまい 度々徳島に戻って中学時代のコーチに指導を受けていますさらに特待生として入学した高校でしたがこのようなことが重なり寮生活によるストレスを抱えてしまったのですそんな鈴木をサポートするために鈴木が寮生活を始めた際にはよりゴルフに集中できるよう精神的にも支えたいとの気持ちからなんと家族で鳥取へ引っ越しましたその際に父親は3代続いた自営業の製材業を畳み両親 兄弟も一緒ににに鳥取に住むことになったのです。母親は飛行機が苦手な鈴木のために中古車を購入し全国各地の大会へ駆け巡る日々その走行距離はなんと1年間で7万キロを超えたそうですとある大会で優勝した際には行きも帰りも寝ていてばかりでお母さんには何もしてあげられなかったけど優勝できて嬉しいですと大粒の涙を流して感謝の気持ちを述べました母親は後のインタビューでこれまで子供たちには」 家が一軒建つくらいいのお金をかけていますだから「中途半端で終わってしまっては困る」ということを愛には分かってほしかったんです愛にはプレッシャーになったかもしれないけどそれも跳ねのけるぐらい頑張ってほしかったと当時の苦労を語っていますちなみにこの言葉に対して鈴木は親の言葉は冗談ではなくて割と本気っぽかっただから「えなんで私が?」って思ったことはありましたと思ったそうです そううししたたた環境のの中でで育っっ鈴木は物事にあまり動じないメンタルが備わったのでしょう周囲から変則的なスイングと言われようと意に介さず我が道を行くスタイルそして最たるものは普段はおっとりしていながら勝負時になると極めて貪欲な姿勢を見せることです若い世代が台頭する中でベテランの域に差し掛かってきた鈴木ゴルフ界が盛り上がるにはこういった選手の活躍が不可欠です 持ち前のハングリー精神でツアーを盛り上げていってほしいですね勝み南プロのケース続いて勝み南プロのケースを紹介しましょう勝は女子プロゴルファーの黄金世代の一人で世代を引っ張る存在と言っても過言ではありません25歳という若さですでにツアー通算8勝2023年からは米ツアーに活躍の場を移していますそんな勝も先ほど紹介した鈴木と同様家族のサポートによってプロゴルファーとして成功しました 勝の母親久美さんはももととと教師としてて働いていたそうですしかし2014年に退職その理由はカツのプロゴルファーになるという夢を支えるためでしたこの当時のことについてクミさんはこのようにコメントしていますお金のこととかいろいろ考えましたまだ海のものとも山のものとも言えないのにでも本人の意思も固かったしだったら自分も中途半端は良くないこれは1年間考え抜いた末の決断だったそうです 自らののの仕事をを辞めててまでで娘の夢のサポートすすするなんてすごいですよねしかしアマチュア時代のカツを支えるのは想像以上に過酷でした久美さんが教師を辞めた2014年にカツは15歳という史上最年少でツアー優勝を果たしましたしかしカツは高校生活を優先するためにプロ転向をしなかったのですツアーでの賞金を受け取るのはプロであることが条件です当当然当時の優勝賞金をはじめ ツアーに参戦して獲得できるはずの賞金を受け取ることはできませんでしたそのため久美さんは経済的な負担を強いられかなりの苦労をしたそうです1大会に出場する際の費用は30万円以上かかり1週間で1ヶ月の給料がなくなるレベルでの出費だったそうです普通の収入ではとても生活が成り立ちませんよねちなみに高校入学からの2年間で使った費用は1000万円を超えたそうですあまりの出費の多さに頭を抱えた久美さんは節約のために 全国で行われるツアーには自らの運転でカツを送り届けキャディ台を節約するために自らキャディに挑戦しましたなんとキャディを雇うのに1試合5万円ほどかかるそうですゴルフの費用ってすごいですよねしかしこれだけの努力をしても教師を辞めた際の退職金が尽きてしまいます最終的には父親の秀樹さんから借金をして何とか乗り切ったそうです父秀樹さんも久美さんと同様教師として働き一家の大黒柱としてカツケを守ってきました このように勝がプロで活躍できるようになったのはご両親特に母久美さんのサポートがあったからといっても過言ではなさそうですねちなみに経済的に苦しかった当時について久美さんは1週間で1ヶ月分の給料が吹っ飛ぶくらいの額を使っていってた途中で不安になり始めて考えて夜も眠れなくなってちょっと涙が止まらなくなったと苦笑いで語ってくれましたもし自分がそんな状況になったらと思うとゾッとしますよね ここまでは母親である久美さんのサポートにフォーカスして解説してきましたがもちろん他の家族の方のサポートもありました先ほど述べたとおり父秀樹さんは一人で一家を支えてきました勝がプロになってからは勝が出場する試合にはたとえ遠くてもなるべく応援に駆けつけるようにしているそうですまた2018年秋ごろに勝は不調で予選落ちが続いていましたそんな時普段連絡を取らない秀樹さんに電話をかけ「最近うまくいかなくてつらい」 と弱音を吐いたそうですそれに対して秀樹さんは初心に帰って周りの人のアドバイスをちゃんと聞いて頑張りなと助言しましたするとこの助言をきっかけに見事にスランプを脱却2018年の11月にはプロ入り後初優勝を成し遂げたのですさすがお父さんいざという時には頼りになりますねちなみに勝がゴルフを始めるきっかけになったのは祖父龍作さんの影響だそうです6歳の時に 孫と一緒にゴルフがしたいと思った竜作さんはゴルフクラブを与えそれをきっかけにゴルフを始めたそうですそしてなんと勝の現在のスイングは竜作さんと相談しながら独自に研究し編み出したものなんだとかおじいさんの存在も勝のゴルフ人生において非常に大きなものだったということですねこのように勝は家族みんなに支えられてプロゴルファーとして活躍するようになりました今後もさらなる活躍に期待したいですね祝い姉妹のケース さて最後に紹介するのは現在の女子ゴルフツアーを席巻する双子ゴルファーの岩井明恵プロと千里プロのケースです2人は一体どのような境遇で育ったのか見ていきましょう2人は2002年7月5日埼玉県川越市で生まれすくすくと育ちました3歳の頃には近所の公園を走り回っていたが2人の足の速さに気づいた父裕二さんは母恵美子さんにこう話したそうですもしかしかて 俺たたたちちはとんでももなないい。子供たちを持ったかもしれないその思いは2人が小学生になってさらに強くなりました1年生の持久走大会で2人はスタートから抜け出し学年で秋江が1位千里が2位になったからですゆう二さんはその能力を生かそうと考え小1から地域の陸上クラブに2人を入れました夏は短距離冬は長距離の練習に取り組み千里は当時のことをこのまま陸上で生きていくと思っていましたと振り返ります しかしある日ユージさんが「お父さんゴルフの練習に行くけど一緒に行くか」と2人をゴルフの練習に誘ったことで2人の運命は変わったのです2人はすぐにゴルフに夢中になりユージさんのクラブを夢中で振るようになりましたそしてユージさんが「今度のクリスマスサンタさんに何をお願いする」と聞くと「自分のゴルフクラブ」と声を揃え念願のマイクラブを手に入れたのです ここから2人の10キロ離れたリンクスゴルフクラブに通う日々が始まりましたそして両親にとってはここから苦労の日々が始まりましたユージさんはまず私の小遣いが月2万円になりました飲みに行くことタバコパチンコをやめましたでも子供たちと一緒にいる時間が楽しくて苦にはなりませんでしたねと語るとと,ともに2人の練習環境についてはありがたかったのはこの練習場のボール台が小学生は無料だったことです それがなければ通わせられませんでした。とリンクスゴルフクラブへの感謝を口にしました。そして、ユージさんは子供たちのためにさらに活動をしていきます。ジュニア大会では面識のない選手の親、関係者に挨拶し、ためになる情報を収集したそうです。2人が小6秋、リンクスゴルフクラブでヨネックスの詩だ会が開催されていることを知ると、姉妹を参加させます。その場で2人が披露したショットが、担当者の目に留まりました。 綺麗なスイングですね」から始まり翌日競技成績をお見せしてモニター契約のお話をいただきましたそれまで中古のクラブを買い替えていたのでものすごく助かりましたと後にユージさんは語っています2人が中2になるとユージさんは中学生高校生のエリートゴルファーを育成するチーム k g a ニアの存在を知ります埼玉県ゴルフ協会からの推薦を受け2人は選考会に参加し見事に合格 より充実したた練習環境を手に入れたのです岩井家はトレーニングにおいてもお金をかけずにを貫きました小1からの陸上競技練習は継続中1の時点で頑丈な下半身はできつつあったがある選手の親から岩井さんのお子さんは下半身の割に上半身がまだまだですねと言われたことが気になったといいます確かに上半身をあまり鍛えていなかった秋江千里はドライバーショットが飛ばない方でしたただ ジムに行かせるお金はないそこで思いついたのが登り棒と鉄棒を使った斜め懸垂でした私なりに研究して飛距離アップに大事なポイントは背筋だと確信したからですとユージさんは当時のことを語りますそしてトレーニングの場所は子どもたちが通った小学校でしたなんとユージさんが校長と交渉し無料で使わせてもらうことになったのですユージさんの行動力には驚かされますよねゴルフをする子を持つというのは一人でも大変ですが こうした工夫と努力でユージさんは2人を懸命にサポートしましたそして2人は同時にプロテストに合格し今では日本を代表するプレイヤーになっていますこうして2人の存在がさらに大きくなればお金がかかるからゴルフは子供にさせられないという概念も変わっていくかもしれませんねさらなる2人の活躍に期待しましょういかがでしたでしょうか今回は極貧女子ゴルファーの紹介をしてきましたそれぞれぞ家庭の事情は異なりますが どの選手も幾多の苦労を乗り越えて今のステージに立っているのですね。プロゴルファーを目指すアマチュアの選手の励みになると嬉しく思います。今後も彼女たちの活躍から目が離せませんね。最後まで動画のご視聴ありがとうございました。この動画がお役に立ったり楽しんでいただけたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。